ミチェラーダ・メキシコのラガービール、ライムジュース、ウスターソース、セロリジオ、黒胡椒、ホットソースから作り、食塩、海塩ペッパー、ライムを飾ったミチェラーダ・ミチェラーダは、ビールとライムジュースにソース、スパイス、唐辛子等を加えて作るメキシコのビールカクテルである。冷やして円に食塩を盛ったグラスで提供される。メキシコ及びラテンアメリカで様々なバリエーションがある。ラテンアメリカでは、 ミチェラーダは二日酔いの民間療法と信じられている。メキシコシティでは、ビール、ライム、食塩とホットソース、またはチリソースから作る。マギーソース、ウスターソース、チャモイパウダー、チリセラーのクラマとオレンジのスライス等を材料にすることもある。ミチェラーダの起源と語源には、二つの有力な説がある。一つは、 サンルイスポート刺繍のスポーツクラブクラブデポルティボポトシノのミヒエルエスパーに関するものである。1960年代、エスパーはチャーベラと呼ばれる特殊なカップにビール、ライム、食塩、氷、ストローを入れてレモネード風にしてもらうよう頼んだ。クラブのメンバーはこのミヒエルのレモネード風ビールを注文するようになり、これが短縮されてミチェラーだと呼ばれるようになった。 時が経つにつれて、元々のレシピに様々なソースが加えられるようになった。今日では当時と同じ材料で作られるが、グラスの円に氷とチリパウダーが乗せられる。もう一つの語源は、ミチェラ・ヘラダのカバン語とするものである。チェラはメキシコで冷たいビールを意味する言葉であり、ミチェラ・ヘラダとは私の氷入りの冷たいビールを意味する。2010年代。 アメリカ合衆国のビールメーカーは、ラテンアメリカでの人気に応えるために、様々なレシピのビールカクテルを販売し始めた。例えば、ミラー社は、食塩とライム風味のチェラーダスタイルの、ライトラガーとして、ミラーチリを販売している。アンハイザーブッシュ社は、ラガー、クラマとライムジュース、食塩のカクテルである、バドアイザーチェラーダ及びバドライトチェラーダを販売している。 2012年時点で、テカテでは、ライムとスパイス入りのミチェラーダが販売されている。2015年には、グアテマラのビール会社、セルベサーチェントのアメリカーナが、ドラーダドラフトミッチェルガチルティップの商標名で、販売を開始した。この地域で最も用いられる唐辛子であるチポトレで、味付けされている。ありがとうございます。